はい、ハンマークの本家の浜岩先生です。1月1日ですね。2019年明けましておめでとうございます。もう夜ですけどね。3部目です。そんなことでね、足が再生でね、ちょっとやられてまして、足マッサージを買いました。ちょっとアマゾンでね。で、足マッサージでね、ちょっと、暖かくして、もみもみと、ね、それから、空気圧。強いのと強弱これでやったんだけど結構痛いですね。うん、ながらやっててまあちょっとね足がねちょっとやられたんで直すためにね血行良くするために、足マッサージを買ってね足を揉んでもらっております。で15分は短いね。だから寝てるときにちょっと足入れてね、そこマッサージ入れてやったんだけど、15分だと寝込んだらもう止まっちゃってんだよね。それでね、スイッチがまた、足まで押さないといけないって、これはめんどくさいですね。そんなことで、まあ、しかし、いいはいいですけどね。そんなことで、今回言いたかったのは、私はね、実質はね、3週間で700兆円稼いでると言ってます。で、人間たちが全部敵として動きますから、その防衛で仮想的に使ってるということでね。3週間で人間の一番の億万長者になってますと。ね、それで、アメリカの空母、ね、原子力が2つ乗ってる空母。あの程度だと週に2台僕は実費で建てられてるよと作ってるよということを教えてます。仮想的にね。だそういうことでね。でまあそういう軍事力防衛力には 99.998 桁も使うんで全然こんな感じになって しまってるという。徐々にね、今度豪邸建てて住みやすい家にしていこうと思ってましてね。テニスコート上はありますけどね、自分のね、体の調整用にね。それと、家庭菜園用の土地も霞ヶ浦の方にも買ってあるんで、ね、そちらにも、ね、必要な時にはいいわけですね。また家建てるのにもいいと。ということで、あとミネラルウォーターだけですね。1リットル15,000円の。まあ、真珠の層、ね、キンキラの層になってる層で、価値が高いんですね。まあ、売ること、商売はできませんけどね。誰もね。各自で飲むにはいいわけです、健康にね。まあ、そういうことで。今年ね、明日から投資に始まるんですけど、分析は1個しか出てません。けども、かなりいろいろ出てきました。で、厳しく分析率を上げましたけども、それで投資するのか。で、早く稼がないと、私の年金もらわないといけなくなっちゃって安いんですよ、前年金でね。もらわないでね、指定の65からもらわないと大変なことになっちゃうんで。60歳中にね、もらっちゃうと、年金安くなっちゃうんでね、稼がないといけないということでね、急遽頑張ってますけどね。去年は720万の土地を売っただけの収入ですからね。ソフト販売で50万ぐらい売ってぐらいの収入だったもんですから、去年はね、めちゃめちゃ少なかったんで全部なくなっちゃったですね。で今年こそ頑張んないとね、今年ちょっと稼げないと、バネルオプションだけでもね、ということですよね。そんなことでね。ただ持ちはもう本当これもう10キロ以上あるからもう満足ですね。あとまたお雑煮を食べて、あとね、海苔巻きでまた海苔をね巻いて食べるでしょうね。焼いて食べようと思ってますけども、
もう食べてます、いっぱいね。はあ、まあそんなことでした。どうもありがとうございました。仕事の準備がまた大変です。そんなことでした。どうもありがとうございました。